住宅地を襲った地震による崖崩れ、スイスアルプスの急斜面で起こった崖崩れ。この地方では、スターズストラムと呼ぶ。大雨による、土石流。住宅や車が流され、泥に埋まっている。土砂災害とは、大雨や地震に伴う、斜面崩壊、地滑り、土石流などにより人の生命や財産が脅かされる、災害。 地表の斜面を構成する岩石や土砂は重力を受けており、何らかの要因により不安定になると下方へ移動する。その様式には、落石、地滑り、崩壊、流砂、土石流などいくつかの種類がある。これらの現象は、すべて一くくりにして、マスムーブメント、または斜面移動、あるいは地滑りという用語で、専門的には定義される。 土砂災害は蒸気のマスムーブメントにより発生する災害全般を指す。ただ、斜面崩壊、地滑り、土石流の三分類が定着しており、この三つが土砂災害であると説明する場合がある。特に砂防、防災の場面でこのような分類、説明をすることが多い。なお、この概念は世界共通ではない。 類義語に、斜面で起こるという点に着目した、斜面災害、山地で起こるという点に着目した、山地災害があり、場合により、同義としたり使い分けたりする。このほか地盤を人為的に削ったり持ったりした、造成地で起こる、のり面崩壊などの災害も、土砂災害に含めることがある。衛星観測をもとに作成された世界の土砂、災害リスク分布図。 紫色は危険性が高い。口述の通り、土砂災害は、起伏に富んだ土地で起きやすい。日本は、国土の7割を、産地、丘陵地が占め、地殻変動が活発な変動体にあり、火山も、多いことから、土砂災害が起きやすい。その上、平野が少なく土地利用に制約があるため、特に第二次世界大戦後の経済成長や、人口増加に伴って、 郊外の大地や丘陵地までもが都市化し、土砂災害が居住地域に及びやすくなった経緯がある。一方、国土の広い国、例えばアメリカやカナダ、ロシアなどでは、こちらも広大な産地を有するものの、地滑りなどが発生して、道路や住宅が被害を受けても、場所を移して復旧する方が安上がりなため、同じ場所で再建しさらに崩壊を防止する工事などを、 行うことは少ない。例えばアメリカの場合、工事を行う場合も、政府、行政が行う、公共工事は、道路への土砂流入を防ぐ、農地などの土砂流出、土砂流入を防ぐといった目的が主であり、住宅を守る目的では行われない。これは、斜面崩壊などの災害について、リスクを織り込んで居住を選択するという、 受益者負担の原則を重く見る考え方が根底にあると見られる。また学問においても、欧米では、粘土質地盤の性質を扱う土質力学が広く受け入れられ、土砂の流形や土質、移動形態、移動速度などを基準とする細かい地滑り分類が発達し、防災を意識することが少ない。対する日本では、土木工学が、いわや、歴質地盤、 斜面安定などの理論にたけ、分類も、地、滑りと、斜面、崩壊の区分を行う、独自のものになっている。斜面において、抵抗力、活動力イコール安全率で表される。また、斜面の活動は単純化すると円弧を滑り落ちる、運動である。上の図は、解析式の一つであるフェレニウス法を示したもの。斜面を垂直に細分して、 そのスライス辺ごとに抵抗力と活動力を求め、これを合計して安全率を割り出す。斜面を構成する土暮れや岩盤は普通、重力や摩擦力などの作用の結果、斜面を移動させようとする力よりも、それに抵抗する力が大きい状態で安定している。ここで前者が大きくなったり後者が小さくなったりすると、バランスが崩れて変形を生じる。 土質力学上、これは土くれの合成を超える外力によるピーク破壊と呼ばれ、破壊時の外力をピーク強度という。また、斜面安定を考える上では、仮定した滑り面において土くれを活動させる先端破壊である。斜面を移動させようとする先端応力が、それに抵抗する先端抵抗力を上回ると活動が始まる。 後者に対する前者の比を安全率 F 図といい、斜面安定の指標とする。実際には、空論の破壊基準により求められる土の強度定数などを組み入れた解析法を用い、計算を行う。ピーク破壊の直前に生じる微小変形に対応して、斜面崩壊の実験等では崩壊直前に、極めて低速のクリープと呼ばれる変形が生じることが、確かめられている。 このクリープは土砂災害のいわゆる前兆現象を生じさせる原因の一つでもある。斜面崩壊や地滑りの発生は土くれに含まれる水の作用が関わる場合が多い。これは浸透した水が感激水圧を増加させ土粒子の有効応力が減少して浸断抵抗力が低下し浸断破壊に至るメカニズムである。土中の水を抜くあるいは 水を染み込ませないような工事により、感激水圧を減少させることが対策として有効である。地球上において土砂災害の主な素因は、地殻変動、火山活動、寒冷な気候である。地殻変動は、断層運動による地盤の破砕、作り山運動による地盤の流気などを起こす。火山は、崩れやすい火山場や、 火砕流などの堆積物を一度に大量に降らせ、起伏のある溶岩地形を作る。高緯度や鉱山などの寒冷地域では、凍結誘拐を繰り返す周氷が作用が崩れやすい地質を作る。世界における巨大な崩壊、地滑りの発生地域は、インドネシア、ネパール、中国、日本、台湾、フィリピン、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、ペルーなどが挙げられ、 ほとんどが変動体に位置する。なお、例外的に、ノルウェーやスウェーデンなどでは、氷河の交代による岩盤地滑りやクイッククレージー滑りが起こる。その他の素因として、強風化加工岩や火山性土壌、厚い堆積土といった局地的な地質、また、火放木や大気汚染による植生の破壊、過度な最高、山沿いや大地の市街地下といった人為的、 社会的要因も挙げられる。土砂災害の誘因には、集中豪雨や台風などによる大雨、地震、火山活動、天然ダムの決壊、人工的な屈作などがある。歴史的に見ると、日本では、江戸時代を通して、山林の荒廃が進行し続け、江戸末期から明治初期にかけては最も荒廃した状態にあったと考えられる。これは、 この時代、日本人が生活する上で、生活に必要なもの、建材、船や、荷車、燃料、肥料などの大部分に、木材や草を利用し、森林に大きく依存していたためである。庶民は、生活区から、株や根まで掘り起こして、燃料等に用いていた時期もあるほどだった。各地で、焼き肌の禁止や植林。 伐採禁止、入山禁止などのお触れが出されたが、効果は乏しかったと考えられる。集落に近い里山を中心に伐採された木のない山林が広がり、本州の広い範囲、特に西日本には、ハゲ山が多く分布していたと推定される。これにより、山林では、激しい土壌侵食や、氷層崩壊が多発した。明治に入ると、産業革命により、 木材の代替品が開発、普及し始めるが、工業化や戦争などで木材の需要は高く、山奥まで森林鉄道を敷いて伐採が進められた地域もあった。一方、防災のため、明治政府は地水散歩を制定し、国家として地産や砂防の事業を開始した。ヨーロッパからの技術導入により、ゲ山の土砂を安定させる。 山腹港や砂防ダムの技術も発達した。第二次世界大戦後には、復興のための木材需要により、伐採が急速に奥地まで拡大してしまう。一方で、植林政策により、伐採地は急速に人工林化され、歯山はほとんどなくなる。また高度経済成長期には、安価な輸入木材が国産にとって変わり、伐採は急速に減少する。 しかし、崩壊防止機能が弱いジャクーリンなどで、表層崩壊や土石流が多発した。さらに、都市化により、市街地の崖崩れが、顕在化した。1960年代後半から1970年代前半には、毎年100名以上が、土砂災害の犠牲となり、自然災害犠牲者の半数以上を占める状況となった。これに対し、 崖崩れ防止や砂防ダムなどのハード対策が進められる。その後、戦後大量に植林された森林が成長して崩壊防止機能が高まり、ハード対策の進展も相まって犠牲者は次第に減少してきた。1979年から2008年までの30年間には平均するとおよそ年間1000件程度の土砂災害が発生している。また、 2009年から2013年までの5年間も、同じく年間1000件程度である。ただし、気象条件などにより200件くらいから2000件超と、大きく変動がある。例えば、2004年は、新潟、福島豪雨や福井豪雨、多数の台風上陸などにより、土砂災害が多発し、2537件に上った。 死者数も年により変動があり、例えば2003年から2013年の11年間では、2007年は0人、2010年は11人だった一方、蒸気のように各地で土砂災害が多発した2004年は62人、台風12号による紀伊半島大水害で犠牲者が多く出た2011年は85人に上った。自然災害全体で見ても、 土砂災害被害の比率は低くない。1980年代から2000年代まで年変動は大きいものの1割から4割あり、年によっては6割に達している。落石防止のための構成フェンスと注意喚起の標識傾きのある斜面の崩壊を防ぐ構造物を擁壁という。写真は古典的な石垣方式の擁壁の工事の様子。 被害を防ぐため、初歩的には、危険な土地の利用を避けること、やむを得ず利用する場合には、崩壊などを防ぐ土木設備を設けたり、前兆現象や雨の降り方などを参考に、適切なタイミングで避難を行うことが有効である。危険地帯は、特に法律に基づく土砂災害警戒区域に指定されているところや、その基礎調査が行われているところ、また、 都道府県が調査した土砂災害危険箇所に含まれているところなどである。ただし、これらに該当しなくても、山間部や周りに斜面や崖のある土地では注意が必要である。危険地帯において土砂災害を避けるためには、雨の降り方と各種の前兆現象に注意し、前兆に気づいたときは、速やかに市町村や近隣住民などに知らせるとともに、 自らも率先して避難することが有効である。注意すべき時期は、雨の量が多い時、雨が長期間続いている時、さらに雨がやんだ後しばらくの間である。また、大きな地震の後もしばらくの間注意が必要である。日本では、気象庁がこれまでの雨量と数時間先までの予想雨量をもとに、大雨警報や土砂災害警戒情報などを発表しており、 これが目安になる。日本は、前述した国土の特性から、住宅や公共施設などが被災する可能性のある地域を多く抱え、2020年の時点でその数は約60万を超えている。日本の政府広報のページでは、土砂災害から身を守る基本的な方法として以下の3つを挙げている。普段から自分が住んでいる場所が、 土砂災害警戒区域か確認しておくこと。雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意すること。土砂災害警戒情報が発表されたら早めに避難すること。また、東京都が2015年に発行した防災ハンドブック東京防災では土砂災害から身を守るための普段からの備えとして3つのポイントを挙げている。危険箇所を確認しておくこと。 避難場所を確認しておくこと。非常用持ち出し袋の用意をしておくこと。このほか同書では、以下も挙げている。斜面崩落の後、コンクリート、またはモルタルを、格子状に成形して、斜面を支える、放枠工が行われている様子その土地の地質や、土地利用の目的などに応じた、様々な広法がある。斜面崩壊や、岩盤崩落の危険地帯では、 斜面へのコンクリート吹き付けや、プレキャストコンクリートワークの設置、ノリ面アンカーの埋め込みなどのノリ面工をはじめ、斜面への植樹や芝生張りといった、植生工などが有効である。水の作用が原因となり得る、斜面崩壊や地滑りの危険地帯では、水を排除するため、水路の暗許化、横方向のボーリング、集水の設置などの地下水排除工、地表の排水路設置、 雨水浸透防止などの地表水廃除工が有効である。地滑り地では、地滑り面上部の土を取り除く、上部廃土工と末端に森土使用壁で抑える、抑え制土工の併用という方法もある。森土部は、公園として利用されることが多い。土石流の危険性が高い渓流では、構造物を設けて、土砂を堆積させる、砂防堰堤。 地産ダムの設置も有効である。ただし、その容石が限られ、時間経過により埋まってしまうため、効果は限られる。小規模で突発的な崩壊、崩落に対しては、危険地帯の道路沿い、鉄道沿いに落石シェッドや、落石防止網、落石防止壁を取り付ける方法もあるが、1989年に、福井県越前海岸で発生した、崩落事故のように、 稀に予想を超える規模の崩壊が発生して被害が生じる場合もある。これを補うものとして、衝撃や移動を検知する落石検知器や地滑り系、土石流センサーなどを設置して、道路の管理事務所の警報装置と連動させるようなシステムもある。日本以外でも、急旬な国土を持ち土砂災害の被害が多い、インドネシア、ネパールなどで、 日本の砂防技術を導入した対策が行われているところがあり、主に JICA を通じた技術支援により進められている。ただし、砂防ダムが設けられていてもふもとで土石流の被害が発生してしまった例は少なくないことなどから対策工事が行われたから安全だと思い込むことは危険である。なお、これらの前兆現象は発生の前に必ず現れるわけではない。 また、周囲が暗く寝ている人が多い夜間や、雨が激しい時間帯などは、前兆現象があっても発見するのが難しい。少しでもおかしいと感じたら、対処することや、早めの避難をすることが、土砂災害の回避に有効である大雨警報や土砂、災害警戒情報などは、気象庁が災害の危険度が高まっていることを知らせ、避難指示などは、 市町村が危険な地域の住民に避難を強く促すものである。土砂災害は発生してから逃げるのは困難で、木造住宅を流出、全壊させるほどの破壊力を有し、人的被害が出やすい。その反面、危険な区域は事前に調べれば絞り込むことができ、危険な区域から少しでも離れれば人的被害を軽減できるため、各種情報を手がかりにして、 早めの避難を行うことは有効である。しかし、こうした情報は、市町村などの広い範囲に確率的に出されるため、住民が、個々の場所の危険度の代償を認識しないまま、警報や避難指示が出されていないことを、安全と捉える場合がある。例えば、山間の一つの集落内においても、断球面の上にある建物は下にある建物より、土石流の危険度が低い。 他方では、弾球面上にあっても近くに山の斜面が迫っていれば、斜面崩壊の危険度が高い。そのため、警報や避難指示が出されていないことを安全と捉えることは、好ましくなく、個々の場所の危険度の代償に応じて、避難の是非を判断するべきとされる。なお、土砂災害の前兆があった場合は、警報などが出されていなくても避難し市町村などに、 連絡するべきとされる。ただし、地震による崩壊は突発的である上、場所を特定できず、大規模になりやすい。そのため、避難の余地がほとんどなく、有効な対処としては、危険な土地の利用をあらかじめ避けるしかない。大雨警報などは、土砂災害の危険度を段階的に示すものである。市町村単位。累積雨量や予想雨量などにより求められ、 気象庁が発表する。市町村が発令する避難指示などは、対象区域の住民に対して、避難を強く促すもので、警報や、雨量などを参考に市町村庁が発令する。この意味するところは、立ちの置き避難イコール避難場所への避難あるいは安全な、親戚、友人の家などへの避難を基本とし、それがかえって危険な場合や、緊急の場合は、 緊急的な対比イコール近隣の高い建物、強度の強い建物、公園などへの移動や、屋内での安全確保措置イコール建物内のより安全な場所に泊まることである。内閣府の避難情報に関するガイドラインによると、水害等において、要配慮者を除く住民は、高齢者等避難の段階でまず避難の準備をして、情報に注意を向け、避難指示を受けて、 避難を始めるよう推奨されている一方、土砂災害においては、対象区域のすべての住民が、高齢者等避難の段階で避難を始めることが、推奨されている。これは、突発的で、予測困難な土砂災害の性質を考慮したもので、2019年の、令和元年東日本台風の教訓から、改められたものである。土砂災害の避難において留意すべき点は、 以下の通り、警報や避難情報は災害の見逃しがないように出される。そのため、発表されたにもかかわらず災害が発生しない、いわゆる空振りは付き物となる。住民側の意識として、空振りだったけれど、被害がなくてよかった、避難したけれど、何もなくて幸運だったと考え、警報や避難情報を軽視しないよう心がけることが、 自らの被害回避や行政側が避難指示発令に躊躇してしまう事態の抑止につながると考えられる。ユンガイの埋没した旧市街地滑り前と後のバイオントダム。ありがとうございます。